大体内転筋の筋繊維が完全に断裂筋。断裂は筋肉が完全に断裂した状態である。一方で筋繊維の一部もしくは筋肉の膜が断裂した状態を筋損傷、筋膜断裂という。一般的に肉離れと呼ばれるものは筋損傷、筋膜断裂であり、筋断裂とは区別の基準があるがしばしば混同される。筋断裂は 加齢的変化、筋肉疲労、職業的因子、全身あるいは局所の病的状態などが素因となる。強く収縮している筋肉に主として、透けた違い力が突然に加わり、進展を強制された時に起こりやすい。皮膚筋、硬い心筋、上腕二頭筋、母子心筋の順に多く発生する。このほか、棘状筋、上腕三頭筋、腹直筋。 大体内転筋、指心筋にも起こる。症状として、炸裂音とともに突発性の激痛、脱力感、断裂部の陥没、主張、皮下出血、筋力低下などが見られる。筋断裂は、スポーツ選手などにも多く起こるが、スポーツ競技における事例では事前に、十分なストレッチを行うことが、予防策として重要である。断裂発生後は、受傷起点、症状、 初見を参考に診断を行い、部分断裂では、添え子固定を施して、筋を安静に保つのに対し、完全断裂では主に手術的に修復する。ありがとうございます。